今日えらい二日酔いなの。二日酔い。それ先に言ってほしいですよ。話題があるじゃないですか。いやでもね、さっきバカ悪いね、今の言うことによってあれだよ、なんかすげえ言い訳っぽく聞こえた。いや、ほんとでも普段は何も考えなくてもあの動画でもさ、ペラ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 喋るなり出てくるんだけど、今日すげえ重かったもん、頭があんま喋れてないから、二日酔いだなっていう重い二日酔い、マジで重い二日酔いっていうのがあって、で、どうにか回復させたのよ。昨日の時点でめちゃめちゃリカバリーの手段打って、はい、もうすごい酔いました。ベロンベロンに打った。ああもういかんなと。で、何も飯食ってないし、だからもう直でラーメン屋さん行って、お気に入りラーメン屋さん行って炭水化物鬼ほど摂取して、ね、炭水化物取るといいですよね。そうそうそう。で、帰り道にポカリ2本買って、はい、もうつまり1リットル水分補給して、はい、さらに家に帰ってからもう麦茶1リットル飲んで、はい、で、朝起きてからさらに麦茶1リットル飲んで、はい、で、起きてすぐ炭水化物取って、で、どうにか回復、体調は回復して、で、あの、もう二日で気分悪いです、もう胃が頭重たいですとか、もなんか目が頭痛ですとか、お腹痛いですじゃなくて、一応来て撮影はできてんだけど、やっぱり本調子じゃないんだなって。もう何も考えずにいつも喋り出せるからこそ、あんま何も考えずに来ちゃうんだけど、いつもその自分に任せてたから、今日撮影の時点で、今この時点でもう全然頭が回ってないことに、やっぱり今すごい驚愕してる自分でも。でも、あ、今の話聞いて俺納得いきました。あの、そう LINE で、そうですよね、同じこと考えましたね。そうですよね。ないもし翔太郎さんって、うん、特に俺とかそうなんですけど、あの、普段なかなか会えないじゃないですか、3分の1人が離れてると。なんで、多分その1つも迎え取れるって、多分待ててない1回なのに、そう、一言目が、今日何撮りますかじゃなくて、今日どうする、無理とは言わないけれども、みたいな、何があったんだみたいな。そう、なんかね、なんか消極的なんだよね、今日の撮影自体が。そうなんですよ。しかもこの内容さ、俺がさ、うん、お疲れ、今日撮影どうしましょうか、笑い、さすがに無理しなくてもって感じだけど笑いで、俺が返すのは台風立ったことないから問題ないかな、もう台風過ぎてる、うん、まあ、台風意外とね、夜にならんと分からんけど、意外と大丈夫そうではあるなら、いや夜ってもう過ぎてるやん。で、俺が送ったら、まあ温帯低気圧になってれば夜も関係ないよって、うん、つかもう都内は過ぎてるから。そしたらさ、大ゴールでそれな、チュールはどうかな、大丈夫そうなら取るか。なんだお前、負けてるやん。しかもお前、台風の日にめっちゃ酒飲んどるじゃん。いやー、これだったんだな。いや、でも納得しましたね。納得しましたね。そういうことだったんだ。いや、ほんと今ね、目つぶってるとすごい楽。目つぶって動かないの、ほんと楽。あ、やっぱ来てるんだな、消耗してんだね。いや、わか、なんか、いつもとちゃうっていうのは俺、ここで思いました。あ、もう LINE の時点で。LINE の時点で。まず話噛み合わねえと。そうだよね。いや、だって俺は、うん、覚えてたよ、チュールが、11月とかちょっときついと、うん、って言ってた。あ、そっか。で、わざわざチュールから20日にしませんかっていう内容で言ってたのに、ね、お前なんで覚えとんの、なんで。確かに消極的にするよりね、取っちゃった方がいいよね、普通に考えたら。確かに、だから十分無理、きついって言ってたのに、そう、もう覚えてるから全員から。いや、まあ、まあ、なんか自分の中ではそこは正直、あの、柔軟にあれする問題なかったですから。前回と違うよ、前回の場合は、私は19時厳しいかもしれないです、行けたとしても8時です、大丈夫僕やってるニュースタウンさったじゃないですか。それが、今日どうします、ちょっと台風なんだけど、
何かあったんですか。タイムも夜中のうちに過ぎとるわ。これはびっくりしました、私の中では。そうか、いやもうそういうとこから出てたんだね、すでにね、体調の悪さがね。体調の悪さがそのままメンタルに来てて。いやでもさ、よくさ、そんな深闇でさ、酒なんか飲めるよね。いや、だからもう治ってるから、うん、いや、でも飲んでないよ、やっぱもう量は減るよ。あんま飲まんとこってなってるよ。きっとね、だから要するに、もう嫌になっちゃった。違う、1000人超えた瞬間に撮影とかもういいや。シュールがね、忙しいとかもいいや。違う違う、ね、今のちょっと二日酔いが辛いからいいや。違う辛いからいいやなんて思ってないのよ。辛いからもう台風情報とかどうでもいいや。違う。いやもうほんとね、今日は朝8時半くらいに起きたのに、本当家出る18時までの10時間何もしてないから、何もできてないの。本当に逆に言ってくださればいいのに、すいません、あのすまん、二日酔いなんだ、今日パスで、ああそうなんですか。いや別にだから パスは別にだから俺も LINE してる時点では自分のそういうメンタルに気づいてないから、あ当たり前のように撮影するものだと思ったよ自分で。だけどなんか自分の中ではこう気を使ってっていうこう手がどうしても言い訳できる部分ができて出てきてしまったので、多分そこに弱い自分が乗っかってしまったんだと思う、うん、結構なかなかやばくないですか、自分の体調じゃないですけど。もう、うん、そこの一番、しかもミュージシャンって体が資本ですから一番いたわらないといけない部分。確かにね。いや本当だ、今日休みだからさ、歌取りとかしたかったのに全然歌取れなかったよ、もう喉いからがらで。酒なんて飲むもんじゃないな、ほんと見ながら喋ってます。嫌いだよ酒なんて。ジムビーム美味しい。なるほど。まあまあ言い訳じゃないんだけど、今日の特に喋れなさはちょっと勘弁して。なるほど。でもやっぱ結局音楽に持っていくと。はい、うん、なるほどね。音楽のことは24時間考えてられるんだけどさ、それ以外のことはね、そうだね、本当頭にもやがかかったような感じも今。いや、あの自分も一極集中型の人間なんで、うん、言ってることというか、そもそもそのこういう感じなんだろうなっていうのはめちゃくちゃわかるんですけど、うん、自分それやり続けた結果一回ぶっ壊してるので、自分のこれじゃあかんっていうことで、うん、要するに一極集中型の人間って、うん、あのそれ自体は素晴らしいんですけど、裏を返すとガス抜きの仕方が下手くそなんですよ自分に対して。なるほどね。それはなんかチュールは話せる範囲でそのエピソードを具体的に言えたりするの？自分の中でさ、自分の中で回してきた。それが回してきたちょっと回復してきてる。まあそうですね、まあ新しい自分の生活の環境と、それでも変わらず動き続けている環境との、まあ、ギャップにやられて、うん、でまあ今までできていたことができなくなる、そこが一番大きかったです。今まで普通にもうなんかそこに全力 100% 集中しても全然へじゃないと思ったんですけど、やっぱりそれはあくまでそれ一つにその一分野にしかできないことであって、自分を取り巻く周りの環境が変わった瞬間に同じように動けなくなって、で結局思いっきり自分のパフォーマンスが失墜していくみたいな。特に自分の場合は何だろう、ここ最近だと、まあ、まず骨折ですよ。確かにね、骨折してようやく完全回復するっていうタイミングでウイルス罹患しまして、40度以上の熱が出て、なるほど、今でこそもうだいぶ収まりましたけど、もう後遺症に苦しまされて、そんな中でもやらなきゃいけないとか、例えば
私生活だったら、なんか、そう、一人暮らしだったら、虫作んなきゃとか、洗濯物回さなきゃって、それももちろんありますし、普段の音楽の生活は、まあ、そんな、別に特別扱いじゃないですけど、それは、続きますし、で、まあ、その後遺症が残ってる中でも、やっぱ生活する上で、やっぱ、大事にしていくことができるっていう中で、やっていくってなってくると、やっぱり、今まででできていたことをもう一回じゃそのタイミングでよし頑張るぞってなってもなかなかいきなり最初からフルスロットルでできないです。さっきも言いましたけど我々みたいなタイプで一極集中型に逃げてアクセルベタ踏みをするか急ブレーキ踏むか二択しかないので基本的にはわかるな、わかるな、基本的にはこの二択しかないので本当にガソリン系はもう超もう燃費が悪い。いやもう今ずっと走ってるもんね、ベタ踏みに行くんじゃん。これちょっと一回休もうって言って休んだら本当しばらく休むんだよね、ずっと休んじゃう。車を動かしてアクセル踏んでその後惰性で離して惰性で物を動かすっていう考えがないんですよ基本的には。で自分はそれをやった結果ボロボロになったんで、なんでその物事を進める上でしっかりとアクセル踏んで加速させたことがしっかりそれを維持できる惰性でちゃんと動かせるような、そうね、それが大事なんだなって。まだ全然自分自身も全然それはうまくはできてないんですけれども、それを意識するようにしてからはだいぶまた心持ちが変わりました。はいはいはい、常に俺はもうガス抜けしかしてない人だから手に負えないんだよね、いろんなことがありすぎて一極集中じゃん、幅広くて本当に音楽以外に多趣味だもんね。いやそうそう、音楽もそうだし、FPS とかアニメもあるし、サバイバルゲームもあるとか、普通にね、遊びに行くことも好きだし、キャンプも好きだし、いろいろありすぎて、マジで手に負えない。から、なんかその一つに対しての最適解を見つけることは多いけど、なんかそれに集中しすぎてなんかもう他が手に負えないっていうよりは逆に多すぎてもうあこっち手に負えねえなとかってな。はいはいはい、そうだね、俺音楽しかやってないからね、もう一生音楽でやろうくらいの感じだから。だからその中で細分化をしてるけど、ドラムやったりベースやったりギターやったりとかさ、それはあるんだけど、でもあくまで音楽の中って枠を超えないからね、それしかやらん、できないっていう考える感じでもいいんだけど、ほんとそうだね、確かに。なんか、同じくらいのレベルでいけるレベル感っていける趣味はマジでないかも。なるほど。他は全部ほんと、惰性だよね。ずいぶん昔にさ、アニメオタク的な話をしたじゃん。同じこと考えてました。どんだけ俺が浅いかって話をされたじゃん。ね。俺からしたらだ、その漫画アニメってこの別に昔からの習慣でさ、なんかね、それ見るの結構、まあ俺たちも当たり前じゃん、なんかあるのが身近にあったから、そういう感じで見てたけど、そんな二人ほど深掘っての見方をしたことがないし、何周もするみたいな気に入ったアニメみたいな、そういう発想もなかったから、すげーってなって。で、やっぱそうするとやっぱ、音楽に対して、まあ10、本当に 100% 10いってるとしたら、他に俺が趣味と呼べるものがあったとして、それは本当5を超えないんだろうなっていう、超えてこないなっていう、5以下でいつも終わるなっていう、ね、状態、なんだなっていう感じはした。それはいい悪いとは分からんけど、自分はそういうタイプだなっていう、意外と探せばありそうなもんですけれどね。そう自分もつい最近で言うと、つい最近って言っても多分もう1年半ぐらい経ってますけど、結局ウマ娘にハマって、それだけで終わると思ったんですけど、そっから競馬にガチハマりして、すごい掘ったね、掘りましたね。もう今多分馬の名前言われたらもう血統までは多分分かれるぐらい、すげえ、ここに至るまで、馬娘を知ってからここに至るまでわずか2ヶ月でした。やばたった2ヶ月すごいね。
こんなに面白い世界があるんだって、もっと知りたいって言って、もうそこから。営業を食べる。なるほど、なるほど。お料理は後にしてお料理。本当だ、本当だ、本当あれやな、お前なんか今、馬娘の話が出てさ馬の話が出て、なんか来るかなと思ってなんかねえのかと思っていやもう、お前らが回してくれよ、今日だから、だから自分の中ではこうピンポン玉をパーンって話してたじゃん。そうそう俺に踏んなくていいから会話しといてくれよ。馬娘で、俺は全然詳しくないんだけど、うん、俺ワンフェスにこの間来まして、ワンフェス、ワンダフェスって言われる。ワンダフェス。要するに造形のあのコミケみたいな。で、そしたらさ、すげえあの瓦礫、あの馬娘の瓦礫の長度がすごくて、あ、やっぱ人気すげえなーと思いながら。でもその瓦礫、瓦礫キットが1体分に2万とか、今3000とかそれぐらいします。マジで瓦礫キットって分かる？分からん。あのレジンとか作る、なんだろうな、色付きじゃないフィギュア。あ、分かる分かる、それは分かる。ネズミ色、肌色とかネズミ色、なんかそういう色。自分で色を塗っていくっていうタイプの、そう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 、プラモみたいに組み立てて。なるほどなるほど。それの、でも色付きじゃないフィギュアのあの瓦礫が2万とかにすげえ長蛇の列が並んでる。そっかそっか、色付きじゃ完成品じゃないのにそれで、すごいなぁ。いや、馬娘の人気はすごいなぁと思って、それは全部一個一個手作りってこと？何が？そのにフィギュア自体はだから同じものは二度とないのか、同じものは大量生産、大量生産されてるよ、されてるんだ、されてるけど、それが2万とか、要するにプラモみたいなもん、うん、それが2万3万すんだ、そうですね、すげえ、すごく精巧に作られてるんですよ。なるほどなるほどなるほど、すごいよ。で、なんか馬娘の人気を改めてちょっと感じた人もいる。へえ、イメージで言うと、なんかガンプラがあって、ガンプラ普通に組み立ってて、なんか普通のなんかプラスチックモデルでバーってそのつけて出来上がったじゃなくて、なんか作ってたら、あれ、なんだこの傷、実はそれ調べたらジオン軍から受けた傷だみたいな、そこまで再現してますみたいな、それぐらいのクオリティなんです。なるほど、なるほど。そうか、だから普通のもうメーカーからはそういうレベルでやっぱもう出せないから、それぐらいの精巧さ、もうマニアックな人が本当にマニアなところまで、マニアな人しか分かんないレベルでこう磨き上げたものを販売するわけだ。まあ、よくぞここまで仕上げてくれたなみたいな、はい、そこに共感する人が買っていくんだね。すごいね、確かにすごい世界だろ。それは馬娘でも同じような、そうですね、なんか今言った話もそうですし、多分なんか本当に興味ない人でもニュース見たら多分目に留まるぐらいの、なんか何かしらは多分あると思います。だってつい最近だとなんかニュースで北海道の帯広の万円競馬っていう、なんか1トンぐらいあるクソ重たいソリを引っ張ってこう走らせる競馬があるんですけど、全く馬娘と関係ないのにそことコラボした結果、帯広の来場者数がとんでもないことになって、他にもなんか高知県で昔からその有名なオグリキャップっていう、あの名前は、馬娘でモチーフを一番、まあ、されたことから、まあ、特別馬娘の特別機能として特別レースを開催したんですけど、もう高知県 その笠松競馬場っていうところの最寄り駅の一つか二つ隣ぐらいまでずーっと人が、えぐくない人気、えぐい。だからなんかそういうの見て、なんか、あ、なんかな、よく知らないけれどもすごいんだなっていう人も多分いる。今、まあ、またそれきっかけで馬娘ってどうなんだろうって見出してハマってっていう人がまた増えていくのが、そうだと思う、ループでね。いや、掘るね、すごいね、掘れる趣味が何個もあるのは羨ましいね。いや、掘れる趣味ではないし、今のは今こうね、
あの会話深掘ってったっていうのは別に馬娘のワードじゃない。あ、まあまあまあ、もちろん。そう、あーなんかすごいなっていうのをただ単に見て感じたのをチュールに書きましたら、そういう部分。まあまあそう、まあだまあチュールのね、チュールのそこまで馬娘来れんのがすごいなっていう。いや、そこまでないですか、ディープに惚れる他ジャンルのものないな。コンテンツないですか。うんうん、ギター、ベース、ドラムとかはいくらでも持ってる、割と。自分のバンドメンバーだったら、うん、塩か、ボーカルの塩は多分ガルバンの話したら止まらなくなる。あ、自分彼に巻き込まれて多分アニメ何週、何週したかな、多分5、6週、まあ、それ以上してますし、うん、で、ギターとドラムのカニとトッシュに関しては、うんうんもうガンダムっていうワードを出した瞬間に目の色がって変わるんで、うん、いや、いいね、会話でいいよ。なんかこの前なんかいや、あの10月新しくガンダム公演するんで、へ、テレビシリーズ出るんだ、また出るんで、ぜひ。あの今回はガンダムの造形がちょっとやっぱ今までの歴代と違うんで、そういう感じなんだ、ね、あれこの前は鉄血のオルフェンス。あ、そうだね。だよね、だよね、そうだよね。あれは結構違うジャンル感できたじゃん。うんうん、お、深掘ってきました、ね。いやいやいや、でもごめん、正直そんな話せん。シナリオちょっと面白かったねくらいでしか俺話せないからさ。だから本当にガンダムも見た方がいいよってさ、あの渋谷のスタジオのさ、服部さんにさ教えてもらってで見たんだけどさ、結局だシナリオをこう知ってるくらいだから。あんまり面白かったねくらいしかいなくて、で多分トッシーとかに違うんだよね、もっと違いますね。なんかすんげえ衝撃的だったのが、なんかまあ本当にそのとある知人の方にガンダム何が好きなのみたいな、ガンダムの話してよって、うんうんうん、彼らが言われて、うん、最初にカニが言い放った一言が、うん、本当に大丈夫ですかっていう。いいんです本当に大丈夫ですかって言う、普通人に。何から話していいですか。あー、そういうこと。そういうことだと思う、マジで。いやもうね、結構ねガンダム界隈の中でも いろいろね派閥があるんですよ。どういうこと、いろいろ、どういうこと。本当にマジで派閥多すぎて。シナリオだけじゃないんだね。いやだからその宇宙世紀が好きだとか、うん、アバターが好きだとか、あ、ひたすらその機械的モビルスーツの造形が好きだとか、造形なんだ、なるほどなるほどね、歴史が好きだとか、二人が話盛り上がった時に俺を どうやって沼に引きずり込むかみたいな話をしたんだけど、このなんか 作品自体が全部が全部しっかり時系列に沿ってるわけじゃないないじゃないですか。ああ、そうだね、確かに確かに。じゃあこうやってこうやってこれを作品をこの時系列で見せてあげようって、いやそうじゃないそうじゃないみたいな、そうじゃなくてみたいな話して、もうあ、これ入ったらやべえかもしれないって思いました。多分一回足突っ込んだら多分沈むところが多分沈むなって思いました。そうだね、そんな気軽に足踏み入れられないなってなった。しかもましてやそういうコンテンツが好きな人間なんで、うん、やべえやべえ。さんにもあると思うんですけどね、なんか気づいてないだけであると思うんですよ。ああ、まあね、あんま言語化できてないだけかもね。ぜひね、ちょっとハンターハンター深掘ってほしい。ああ、ハンターハンターは面白いよ、すごく楽しいしね。深いし。いやね、それあるだろう、語れる熱い気持ちがハンターハンターの。いや、あると思うんだけどさ、今のこの体調と脳みそじゃ無理よ。うん、知ってる人同士で話すならね、結構いくらでも話せると思うけど、ハンターハンターはでも、うん、結構見てるかもしれないね。そんくらいかな。俺ゼロ巻読んでないの。あ、俺もゼロ巻欲しいのよ。もうさ、あれゼロ巻買わないと
読めないから。あ、そうなんだ。そう。ゼロ感読んだことなくて。え、全く何も知らない。あれでしょ、クラピカの、うん、その、なんか前の話で。そうそうそう、子供時代の話で。その時出てきたキャラクターとか、やっぱあの、首だけだけど、首だけの下になっちゃってるけど、あの本編で出てきてたりとか、そう、あれはあいつなんじゃないかとか、その時出てきた別のキャラクターが、なんで読んでないの知ってるの？出たネタバレネタバレサイト、ネタバレ考察中じゃあ、すいません、お会計お願いします。ラストオーダーの時間なんですけど、